どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。本日は6月9日ということで、ロックの日、またはですね、爆竹ファンにとっては69の日ということでですね、何かと語呂合わせが良い日かと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、爆竹の星野秀彦さん強化月間ということで、ツイッターで見つけましたハッシュタグ、あなたが好きな星の曲2020っていうですね、ハッシュタグありまして、それに便乗する形で、便乗させていただく形で、私が心揺さぶられた星野さん楽曲3曲を発表したいかなと思います。ということでですね、ツイッターを今日見たらですね、69の日というのがトレンド入りしてです。嘘と思ったんですけども、やっぱりね、あっちの方でしたね。健全な爆竹ファンの少年少女たちはですね、決して Google 検索などしないよう、注意喚起しておきます。あとですね、今日からですね、ちょっとまた撮影のロケーションを変えてまして、これ私の部屋になるんですけども、ごちゃごちゃした部屋なんですけども、狭い部屋にね、こう、所狭しと、ギターやら、ベースやらがこう、並んでいるというか、山積みになっている、まさしく山積みという状態の中ですね、状況の中をお送りしております。これね、どうなんだろう、これ風水的にとかあんまり良くないんじゃないかな、こんななんか荷物いっぱい置いてんのとかね、なんかこう断捨離しないといけないかなと思ったりもしてますけども、50本ぐらいこうギターとかベースあるんですけども、結局弾いてるのってね、この辺にある2、3本なんですよね。1本ずつ出してこう弾いてあげたりはしてるんですけど、結局ね、日頃弾いてるのってこの辺のやつなんですよ。2、3本なんですよね。でね、まあ、ちょっと話変わるんですけど、一生ものの楽器とか持ってですね、去年ちょっとこれ買ったサンダーバードなんですけどね、これ1964年のヴィンテージのサンダーバードでございましてですね、まあ一生もの一本やっぱね欲しいなと思って買ったやつ、これね、紹介動画また別で撮ろうと思うんですけど、これ興味、サンダーバード興味ある方いらっしゃいますかね。爆竹ファンの方にはあんまりいないかな。でもね、これすごい貴重な60年代のサンダーバードってね、すごい貴重なんですよ。これね、なんでね、これ、今度紹介動画撮ろうかと思いますけどもね。はい。これ買った後に、あれなんですけど、結局ね、一生ものの楽器ってね、こう、つまりこう、自分が死ぬ時に持ってた楽器が結局一生ものの楽器なんじゃないかな、というふうに思うわけでですね。80万円の楽器だろうが、8万円の楽器だろうがですね、死ぬ時に持ってたもんが、結局は一生ものの楽器、それが一生ものの楽器なんじゃないかと、これ買った後に言うのも なんですけども、私の持論なんですけどね。まあ、それはさておき、それはさておきですね。はい。今日はですね、爆竹の、星野秀彦さん強化月間ということで、昨日、先ほども言いました、ツイッターであなたが好きな星の曲2020というハッシュタグを見つけましてですね、それに便乗させていただく形で、私が心揺さぶられた星野さん楽曲3曲発表してみたいと思うんですけれども、もったいぶらずいきなり発表しますと、まず、ドレス、ジュピター、ナルシス、この3曲でしたね。パッと思いついたのはもうこれで、それ。うん、この3曲。いっぱい曲あるんですけどね。星野さん楽曲ってね、こう数えてみたらね、大体ね、ネットで検索するとこう一覧がバーって出てくるんですけども、60曲ぐらい、大体数えたらね、60曲ぐらい発表されていて、ドレス、ジュピター、ナルシスと、この3曲よりもね、もちろん良い曲たくさんありましてですね、なかなかね、でもね、こう60曲の中から3曲に絞るっていうのは、なかなかね、こう厳選しないとこう難しいわけなんでございますけれども、まあね、これはでもね、あまり考えないで答えを出した方がいいなというふうに思いました。私はあまり考えないで直感で出てきた曲、3曲がこの3曲だったんですけども、やっぱりね、直感でこうババッと出てきた曲がやっぱりその人にとって刺さった曲なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その人がいつその曲に出会ったか、それによって変わるような、決まるような気がしますね。私が挙げた3曲、ドレス、ジュピター、ナルシス、これはですね、こう私が中学生から高校生にかけて聞いた10代の多感な時期ね、思春期に聴いて感動した3曲なんですよ。で、20代の時も30代の時も40代の時も、まあ、今40代なんですけども、まあ、新たにこう、どんどん良質な星野さん楽曲が聴けてね、嬉しい限りなんですけども、もちろんもう新しい曲もすごい良い曲なんですけれども、やっぱりですね、私の場合なんですけども、初期衝動に上塗りしていくような感じで、こう自分が10代でその思春期の時に聴いた感動した感覚をですね、上回れないなというふうにこう感じたんですよね。しかも私が10代で聴けた星野さん楽曲っていうのは数に限りがありましたね。数に限りがあるっていうか、その時はちょうどね、ダーカーザンダークネスが1993年で、その時私が高校3年生だったんで、ドレスくらいまでかな、そのくらいまでの中で、ダーカーザンダークネスくらいまでの中で発表された星野さん楽曲
曲しか知らなかったんですよね。でもね、それ以降もたくさんいい曲あるんですよ。ミウとかね、楽園とか、スノーホワイトとか、マンジュサカとか、ラブパレードとかね、6月の沖縄とか、あと最新曲のルナパークとかもすごいいい曲でランクインさせたいところではあるんですけども、なんかね、やっぱりあの初期衝動の3曲になってしまったんですね。でもね、こう年齢を重ねるごとにこう結局自分も音楽を聴く幅も広がってですね、いろんな音楽を聴くようになるし、最初に刺さった時の曲のインパクトが、とにかく最初に刺さった曲って言うのは星の3曲ね、星野さん3曲。何言ってるか分かんないですけど、星野さんの3曲がインパクトがすごくて、とにかくこう、思春期のリアルタイムに、この3曲を自分の中にインプットできたっていうのは良かったかなというふうに思います。仮に私が今、now ね、現在の40代になって初めて爆竹ファンになって、初めて数ある約60曲ほどある星野3曲を聞いたとしたら、多分この3曲、ドレス、ジュピター、ナルシスにはなってないと思うんですよ。違う曲をおそらく選曲してると思うんですよ。なのでファンの皆さんの中には現段階で10代の方もいらっしゃればですね、20代の方もいらっしゃいますし、でこれからこう爆竹ファンになるであろうお子さんもたくさんいらっしゃると思いますけれども、私がですねチョイスした3曲が必ずしも他の世代のファンの方に刺さるとは限らないなというふうに思うんですが、いかがでしょうかね。皆様は何を選ぶんでしょうか。とか言って、私が思春期の時に聞いた星野さん楽曲がいいとか言っておきながら、じゃあ爆竹のアルバムの中で一番好きなのは何って聞かれると、これはねなぜか最新作なんですよね。現段階だとナンバーゼロということになりますけれども、ここは矛盾してる点なんですよ。爆竹で言うとこの最新型が好きということでですね、年齢層幅広くいらっしゃる爆竹ファンの皆様はですね、この星野秀彦強化月間の6月あなたが好きな星野3曲はどれでしょうかということでですね、改めて星野3曲に触れる良い機会かなというふうに思ったりもします。あ、そういえばそう、それで思い出したんですけども、星野曲オンリーのですねプレイリストをですね、私 Spotify で作っておりましてですね、星野3曲ベストみたいな感じで最初プレイリスト作ろうと思ったんですけども、やっぱりねいい感じに収まんなくて、結構ね、まあ初期に偏っても良くないし、後期に偏っても良くないしとか思ってるうちに、まあ全部入れちゃえと思ってですね、星野3曲をですね全部入れたプレイリスト、この星野曲オンリーの爆竹というですね、このプレイリストをですね作って Spotify に上げてますので、もしよかったらシェアさせてください。今ですね、5人の方がいいねしてくださってますね。これね、だいたいまあ60曲ぐらいあるんですけども、全部聞くとね、3時間56分かかるんですけど、これでもね、適当に並べてるんで、それそのまま聞いていただいても、あ、なんかいいなっていう発見もあるんですけど、これね、シャッフル再生するとまたね、新たな発見があるんですよ。この曲の次にこの曲が来んのかみたいな感じでですね、結構ね、斬新な並びになったりするんで、シャッフル再生でぜひこのプレイリスト、星の曲オンリーの爆竹、聞かれることをお勧めしますんで、よかったらシェアさせてください。はい。ということで今日はですね、爆竹の星野秀彦さん強化月間ということで、ツイッターで見つけたハッシュタグ、あなたが好きな星の曲2020っていうハッシュタグですね、便乗させていただく形で、私が心を揺さぶられた星の楽曲をですね、3曲発表させていただきました。ということで、この動画が良かったという方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、これからもちょっとまたこの部屋からお送りするかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じです。また動画でお会いしましょう。かげろうでした。それでは、バイバイ。